over you, yeah. I never meant to hurt you, girl. I mean it from my heart. I never thought I'd see the day that we fell apart.猫物件で立場の治役を演じました細田かなたです。痛い、ちょっと待って、痛いこれ。ビリ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 、痛い、痛いよ。DVD ターコイズブルーの誘惑を発売する AKB48 の小宮山遥です、まずは本編映像ダイジェストをご覧ください。もちろんすごい自分としても、あの瀬形三四郎の当時大ブームを起こして今もなお人々に、まあセガファンの方々に本当に人気なキャラクターで、その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくっていうのは本当に自分としてもありがたいことだなと持っております。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。そうですね、でもなんかその朗読っていうのをさせていただくのが初めてだったので、なんか最初はどういう企画なのかなっていう、なんていうの、ワクワクみたいなのを感じました。そうですね、なんかその私があの選んだテーマに対してなんかどういう作品が集まるのかなっていうのをすごく、なんて言うんだろう、ドキドキしながらあの読んだりしてたんですけど、実際に自分がどういう作品を読むのかなみたいなっていうのをなんか読みながら考えたりしてました。なんかどう動いていいのかという、なんか模索しながらだったので、なんかすごい緊張しました。当たって砕けたその後にの方の、あの大丈夫ってなんか自分に言い聞かせてるセリフがあるんですけど、なんかすごい、なんていうの、なんか強がってる女の子みたいなっていうのがなんかすごい印象に残ってます。そうですね、めちゃくちゃ難しかったですね。なんか、なんて言うんだろう、なんかそうですね、難しかったです。なんて言えばいいの、はい、そのこれからの、なんて言うんだろう、私
についてのこととかも書いてくださったり、なんかなんていうの、すごい未来に向けてのみたいな、なんかちょっと頑張ろうって思いました。その2つの作品をなんていうの、なんか別の人に見せたくて髪型を変えていただいたりとか、なんあの自分の喋り方だったりとかをなるべくなんか違うように見せれたらなと思って頑張りました。いやー、なんかちょっとでもなんか頼りない男の子みたいなっていう印象があります。いやー、でももうその学生時代は戻ってこないし、もうその時でしかないから、もうみんな頑張れっていうもう気持ちです。はいはい、台本をいただいた時にどうしてもその文を読んでしまうことが多くて多いので、その棒読みにならないように気をつけてます。今回その度合いというテーマで募集させていただいて、本当に多くの作品を投稿していただいて、すごくなんて言うんだろう、なんか同じテーマなのになんかいろんなジャンルのお話がすごく読めてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。今回この2つの作品を読ませていただいて、青春のなんか恋愛、なんか忘れかけてた気持ちみたいなのを思い出させていただきました。お手紙でいただいたように、これから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。割と素に近いような形で、スタッフさんたちとすごい喋りやすいというか、仲良くさせていただいたので、すごいリラックスしながらワイワイしながら撮影に挑んだので、本当に素に近いような形で撮影させていただけたのと、あと私服と自分のアクセサリーとかつけたりもしました。どうですか、なんか100点中100点でありたいです。この表紙の濡れてるシーンなんですけど、寒い寒いって言いながら撮影に挑んで、もう冷たいって言いながら撮ったんですけど、その後にこの毛布にくるまってるカットを撮影させていただいて、モフモフでふかふかしててあったかかったので、ちょっとうとうとしながらというか、なんだろう、リラックスしながら撮ったというか、そういう撮影のエピソードはあります。なんか家族で毎年やっているんですけど、弟が10個下で7歳なんですけど、その弟にクリスマスプレゼントをちょっと用意してて、ちょっと前々から何が欲しいの、サンタさんに何頼むのって聞いてて、でそのできるだけ弟が欲しいものを用意して渡そうと思ってます。それは用意できた。はい、ゲームのカセットを用意しました。皆さんこんにちは、橋場夏実です。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でも直感タイプなので、すっごい難しい質問来たら困っちゃいますけど、いけると思います。あ、はい、すごく緊張しました。見てたんですよ、僕、大江本さんも。はい、はい、出演が決まる前から。なのでこのやっぱりもうシーズン1を取り切ってるこの中に入るのがすごくいい意味でプレッシャーだったので、ワクワクもしてたんですけど、ド緊張しながら、はい、やってました。現役女子大生モグラアイドルこと原彩香です。普段はグラビアのお仕事と、あとモデルのお仕事だったり、最近はお芝居も少しずつやらせてもらってます。はい、趣味はキックボクシングを少し前からやっていて、ちょっとエクササイズは最近の趣味です。はい、あとは結構友達とカフェとかに行ったりすることが好きで、普段は結構いろんなカフェに
はい、今日はちょっと現場なんで大きめなんですけど、最近はこのバッグを使って、よく動いてます。まあ、いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とかタブレットとか入れてるときはこれにします。最初は、はずいな、歯ブラシこれはなんか歯ブラシってなんか普通なんかビニールみたいなの多いじゃないですか。これ黒くてかっこいいなと思って買って、現場行くときは絶対歯ブラシを持ち歩きます。まあ絶対持ち歩くのはこの、まあ、イヤホンですね。でこれがですね、このカツって書いてあるんですけど、これは三島大社の、佐野隼人にもらったお土産です。これを今年1年はこれをつけようかなと思って、スーッなってなくさないんで、めっちゃいいです。で、まあ、充電器ですね。でこれはまあ本当にいつもマネージャーさんに充電器ありますかって借りて、もう1年ぐらい経ってたんですけど、春の夏です。今回初グラビアに挑戦してみて、撮影中ずっと楽しいなっていう印象で、人になんか普段そんなに撮られることってないし、水着も普段あんまり着ないので終始新鮮な気持ちで撮影できました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。リゼロの夏木すばるですね。久々にアニメすげえハマったかけだったんですよ。本当にすごいですよ、あの人すごいですよね。ちょっと恥ずかしくなる時あるんですけど、見てて、いやちょっと待って頑張ってと思う時あるんですけど、それでもちょっと非常にのために頑張るところちょっとかっこよくて、結構一気見しちゃって、久々にウェブじゃないですけど、もともとだから僕ウェブはあれなんですけど、小説とかそうなんですよ。ちょっと久々に面白くて一気見しちゃって、すばるがかっこよくて一途なんですけど、やっぱりどうしても自分にないものを求めちゃうじゃないですかいやなんかあんな熱くまっすぐってかっこいいなって思って、主人公だなって思って、多分僕だったら村人 A とかなんですけど、あんなスーパーヒルになりたいなって思ってアニメっていうか、僕リゼロはちょうどアニメ離れてた時期、ほんと最近なんですよ、アニメまた久々に始めた、こんな今、また面白いアニメやってると思って、久々にすごいハマったんで、もう一回一からアニメを見て、映画で逆光の頃っていう映画を、ね、最近やらせていただいたんですけど、その監督の方で、ボーリングの監督なんですけど、前志監督っていうかな、すごい、あんまり数少ない僕のアニメ画を一緒にお話しできることで、リズムは見た方がいいって分かりました。リズムは始めました。早乙女優です。私はですね、今年から大学生になるので、昨年よりもより一層お仕事の方に力を注いでいきたいなと思っていまして、特に映画だったりとか舞台とかお芝居の方に力を注いでいけたらなっていうふうに思ってます。 CM とかもね、いろいろやれたらなと思ってるので、チャンスがあればいろいろとやっていこうと思います。はい、ユーザイトルです。好きな映画はトランスフォーマーですね。車が好きで街に帰る、その中でいろんな好きな車があるっていう、それを言ってます。好きな漫画だとブリーチとかドラゴンボールとかそこら辺です。ないです。見るときにその風景画を描いてるってことしか見ないですが、個人的に風景画を描いてるのが好きで、スピードハイクラスあれをすごい見てて好きなんですけど、ないです。あえて自分の中でやりたい俳優さんとか尊敬する人は作れないようにしてます。相手に怪我をさせないとか、相手と人と必ずやることの方が多いと思うので、相手の人に対して失礼のないように
今までやってきたのをやをまた違うところで違う形でやっていきたいと、その一本一本を今細い状態なので、そのさらに太く太くしていきたいなと思ってます。そう。じゃあいきます。普通のでいいですよね。なんかどんなやってるかわかんないですけど、僕は普通のでいきます。はい、オスカープロモーションの吉田リリカです。今日は多聞院の坂を登りました。階段を登るのはとっても難しかったです。オンエアぜひご覧ください。今回初 TGC だったんですけど、いろんな出演者の方がいらっしゃるので、僕のことを知ってくださっている方がどれぐらいいるのか少し不安なところもあったんですけど、すごく近くに僕の道を持っていらっしゃって、僕のことを知らない方もたくさん盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。また出たいなと思いました。私は今年で芸能っていう業界に触れたのが今年から初めてなので、やっぱりいろんなことをお姉ちゃんに教えてもらって、まだまだ未熟なのですが、これからもお姉ちゃんを教わって頑張ります。本当に歴史あるビビ国宝級イケメンランキングのネクスト部門にランクインしてしまして、投票していただいたファンの皆さんの本当におかげでだと思いましたので、投票したいって思わせる人間なんだなと感じて自信を持ちたいとこれから思います。はい、川瀬理子21歳、愛知県出身です。本日はこの場にグランプリとして立っていることが本当に夢のようです。皆様ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、俳優の道見木明です。今回はこちらの那須井坂走らせていただきました。こんなね不思議衣装で撮ったので、ぜひ放送楽しみにしていただければなと思います。バイバイ。高校3年生17歳、板原みなみです。将来はモデルや女優、さまざまな分野で頑張りたいと思ってます。持ち前の笑顔と明るさで頑張るので、応援よろしくお願いします。あ、もういいですか？待ってます。はい、待ってます。なんか自分だと緊張するな。一番緊張するわ。います。皆さんこんにちは、中島健です。本日はなんとスタジオをねお借りさせてもらってて、スペシャルなゲストを呼んでおります。早速呼んでいきます。どうぞ。なってますよね。最近で綺麗になりました。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さんになりたかったし、わかんないです。でも多分なかったんですよ、夢が。だからケーキ屋さんって言ったんだと思います。いや絶対なってないですね。今の仕事してなかったら公務員になりたかったです。学校の先生とか、はい、人に教えることが好きなのと、人の前に立つことが好きだったので、学校の先生になりたかったです。ゆか先生、でもゆか先生ってなんか保育園の先生っぽくないですか？でもなんかそういう可愛い先生になりたかったですね。皆さんおはようございます。こんにちは。こんなにたくさんの方いらっしゃってますが、雰囲気いかがですか？いや、こんなに来てくださると思ってませんでした。月曜日ですよね、今日。皆さん、そうですよね。どうしたの？学校終わってから来た？あ、早退してきた。早退、宿題はちゃんとやるんだよ。いやー、ようやく奥野の前に立てるのかと。1年間サポート役に徹してきましたが、ようやく俺が一番だと。お父さんとお母さんの言うことちゃんと聞いてますか？聞いてる？聞いてる？えらいじゃん。先生の言うことも聞いて、友達に優しく、みんなでね楽しくね、自分のやりたいことやって、元気にしてればきっとね仮面ライダーになれるからね。皆さんこんにちは。東京都社の2022イメージガール A クラスの北川美玲です。私初めてのオートサロンに参加させていただくことができて、とても嬉しいです。Aクラスみんなで盛り上げていきたいと思うので、皆さんもよろしくお願いします。子供が好きっていうのが一番似てるなと思ってて、
トーマもやっぱ自分のファンタ、あの自分のお店で子供に読み聞かせをするんですよ。で子供と喋るときはすごい笑顔になるし、やっぱそれって好きじゃないと出てこない表情だったりとか、僕も結構子供と話したりするときにデレデレしちゃうし、だからそういったところは似てるなって思いますね。あとは僕も結構なんか人に意見物を言えなくて、トーマもそうなのって言われたらあんまりそういうわけでもないんですけど、どっちかというと僕も相手の意見を結構飲むタイプなので、そこは似てるかなって思います。上堀監督にが組の時にやった時、やっぱ最初の方だったのでたくさん怒られたんですよ。たくさん怒られて、で結構その撮影も遅くまで遅い時間までやってて、朝からだったので結構クタクタで、そんな中最後アフレコをやったんですけど。トレンビーをご覧の皆さん、こんにちは、村山優香です。現在放送中のウルトラマンデッカーのヒロインをやらせていただいております。ウルトラマンデッカーの見どころは、これから成長と友情がどんどん深まっていく物語となっております。皆さんぜひご覧ください。ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時から放送スタートです。よろしくお願いします。僕は最初本を読ませていただいた時の俺に違う、演じたすぎて仕方なかったっていう、そのまだ決まる前ですけど、あのもう絶対やりたいっていうところが大きくあって、いざもう決まった時っていうのは本当に嬉しかったですし、なんかそのワクワクっていうものがあのずっとあった感じでした。その現場入るんで、たけるさん、もう僕はもう本当にちっちゃい頃見てて、たけるさんと同じ役をやるっていうことへのなんか実感の湧かなさがすごくあったので、なんかちょっとなんか実感が湧いてない感じがずっとありました。はい。どんな、唯一無二女優さんになりたいなと思います。なんかあのよくあの事務所の社長の社長さんとよくお話しするんですけど、こうよくリンは唯一無二の女優になるんだよってあのよくおっしゃっていて、私もそういう存在になりたいなと思っています。なんかでも、ああ最近思うことは時間の流れがものすごく早いなと思います。なんかでもなんかこうすごく1年が今なんか24時間でもすごい早い、1年経って2年経ってってこうやっぱりこうものすごく早いから、なんかパッて思いついた時に何かすごいやるぐらいの速さがないとなんかダメだなってすごい思いますね。どうも、桜井海人です。さあということでタイトルにもある通り質問コーナーやっていこうと思います。今年の抱負は何ですか？見栄を張らないこと。ドラムを始めたきっかけ？きっかけは、家でワンオクロックさんのライブビデオが流れていて、それをパッて見た時にドラムのともやさんのこう動きとかアグレッシブなドラムを叩いて、こう見せるドラムを叩いてるところがすごくかっこよかったです。ファンに一言。みんな、いつもありがとう。最初に聞いた時はやっぱり純粋に、嬉しいなという気持ちもあったんですけど、でもやっぱり、10年ですか、アンジュルムに加入して10年にハロープロジェクトに加入しては11年に、なったんですけど、本当にこのアイドル人生というかハロープロジェクト人生、アンジュルム人生をこう何一冊にこういう一冊に残せるだなっていう本当に嬉しい気持ちが一番大きかったです。リアルサウンド映画部 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、藤江良樹です。
リアルサウンドにちなんで音楽、テック、ブックの中からお気に入りの作品を選んでトークをしていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ちょっとじゃあ真ん中で本。うわー、本とは無縁な人生を送ってきたんですけど、嫌われる勇気という本が一番読みたくて、僕の周りでも読んでる人がたくさんいるんですけど、僕はなるべくこう万人に好かれたい性格で嫌われたくないんですよ。なのでその嫌われる勇気を持って、なるべくこう常にこう自分に自信を持っていたいので、まあ多分万人に好かれるって多分ものすごく難しいことだと思うんですけど、一旦その考えを捨てて、嫌われる勇気という本を読んで嫌われる勇気を身につけたいなと思います。僕が出演するドラマ、もしもイケメンだけの高校があったらが毎週土曜に放送中です。現在さまざまなイケメンの定義が人によってこう違うと思うんですけど、このドラマを通して自分なりのイケメンの定義みたいなものを、探していただきたいと思います。ぜひ見てください。はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照れがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、本当にいろんなことができて、バレエの衣装を着たりとか、ピアノも弾けたり、テニスもしたり、いろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけど、でもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。やっぱりまあ嬉しかったっていうのもあるんですが、僕自身猫を飼ったことがなかったので、まあ、いかにどう猫と接するかっていうところで、でまあおさむに関しては猫を飼ったことがないといえど、その、まあ、表面上の好きじゃないというか、ちゃんと猫と向き合った上で猫のことを好き、心の底から好きな人なので、どうこれから猫と接していこうかなっていう、そのなんか不安みたいなのはありましたね。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。神大迫ゆうきです。今回は今まで書道を習っていたことがあったので書き初めに挑戦してみようと思います。これまで共演してきた先輩方だったり、こう他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて、頑張っててよかったなって思ってます。向川真由香です。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。自己紹介をまずはしていきたいと思います。生年月日は、新高校3年生の17歳です。4月10日が誕生日なのでもうすぐ18歳になります。特技は、3歳からおばあちゃんに習っている日本舞踊です。踊ったりしてます、白塗りで。趣味は、映画を見ることで、最近見た映画はオタクに声が難しいとイラストレーターとキオピアを見てます。もうちょっとしたら映画がいっぱいあるので。で、出身地は京都です。高校で上京してます。今は標準語で喋れるけど、京都帰ると関西弁になります。血液型は、測ってないので確かじゃないですけど、多分大型です。YouTube ではカフェ巡りとかしてみたいのと、あとは YouTuber さんとコラボとかそういう動画が撮りたいなって思います。最後、まだ不慣れで緊張してる部分がありますけど、ありますが、楽しんで皆さんに見ていただけるような YouTube にしたいと思います。
バイバーイ。関東地方準グランプリのナスカイトです。今日は僕の家にある人形たちを紹介したいと思います。まずはスヌーピーですと、あとテッドもあります。そして最後にアメーバちゃん、この前もらったアメーバいます。僕の特技を発表したいんですが、僕の特技は太鼓の達人なんで、ちょっと普段チャレンジしてないこれをけん玉をチャレンジしたいと思います。いきます。ちょっと難しいですね。いきます。あーくそ、おっしゃー、できました。まあ僕のこれからも応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、サイカです。なんと私は今台湾に来ています。いや、なんと私のファースト写真集が出るからです。私の目標だった写真集を、今回出すことになりました。それで今日は今回台湾に来ております。皆さんに楽しんでもらえるような素敵な写真集になるように頑張りますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。So don't
I mean it from my heart. I never thought I'd see the day that we fell apart. Still be your lover, your man, or just your friend. And after the rain, I got to be glad that we're still here. Oh, I'm
Music is it's like breathing. Simple shit. The day, it was every day they kept on wanting to hear our shit, dog. He said, I got tired of hearing y'all shit. He said, I didn't even realize y'all shit roll like that. He said, until I heard all the songs back to back, he said, I was like, oh shit. He said, I didn't really know that they was dope like that. So he said, it surprised me too. He said, them niggas feeling y'all, man. He said, y'all niggas are out of here. So he said, Shug said, he gonna make sure ain't nothing wrong with y'all niggas, son. He gonna push the shit out of y'all. Take you somewhere. Stop talking, baby.
I can work.